縄わりの戦いは、英章13年6月にゲ谷国上那須章、情坊寺縄わりで行われた合戦。別名、小川なわりの合戦。小学坊、足利正氏の命で再び、佐竹義春、岩木豊が大軍を率いてゲ谷国に侵攻したことに、対し、ゲ谷の戦国大名、宇都宮守月な、宇都宮忠綱不死の軍勢が、ゲ谷国上那須章情坊寺縄わりで迎え撃ち、 佐竹、岩城連合軍を撃退し、その後、撤退する、佐竹義春岩城豊かの軍勢を追いかけそのまま日立国へ、追撃した戦いである。英正11年の竹林の戦いと、英正13年6月の竹林の戦いで、宇都宮しげな、結城正とも連合軍が、佐竹義春岩城豊か連合軍に勝利してから2年後の栄翔13年6月、 北地国の戦国大名佐竹義春は再び、道の区国の戦国大名岩木豊と共に大軍を、率いて下野国に侵攻してきた。佐竹、岩木連合軍の侵攻に対し、下野国の戦国大名宇都宮茂紗、忠那布氏が出陣し、迎え撃った。同年6月26日に下野国上那須相、上房寺縄釣りで退治し、戦っている。宇都宮は、 竹林の戦いの後、調略によって、那須市の那須助房は、高本方へと引き込み、同盟関係を結んだため、聖綱、忠綱方の優勢となり、佐竹、岩木連合軍が撤退し、合戦は、宇都宮軍の対象となった。宇都宮軍の追撃宇都宮聖綱は撤退する、佐竹義春、岩木豊を義しとせず、上、那須省上房寺縄釣りから佐竹。 いわき連合軍を追撃している。竹重の合戦領軍は、下津家国武茂る将で、再び退治、ここでも一戦している。この地は、宇都宮領であり、宇都宮一門の竹重氏の管轄地であり、当主の竹重しげかは、宇都宮茂綱の弟である。佐竹岩いわき連合軍は、この地でも宇都宮勢図率いる、宇都宮軍の勝利となり、佐竹義春 いわきからは再び撤退。異常の合戦性綱は、佐竹、岩城領漁師を滅ぼすために、さらなる追撃をかけた。宇都宮茂綱、忠綱府氏は、闇溝山地を越え、このまま日立国に進行し、両軍は日立国以上歩で退治。ここで一戦している。より上保つは、もともとは、白川雄貴氏の領地であったが、 英正7年の英正の変以降は、佐竹義春が進行し、佐竹良となっていた。この地でも宇都宮軍が勝利し、佐竹、岩木連合軍は敗北し、撤退している。月ツの合戦敗走する、佐竹、岩木連合軍を、宇都宮軍はさらに追撃し、日立国月ツで、再び退治。ここで一戦し、ようやく、佐竹義春、岩木豊は、 宇都宮茂綱による荒烈な追撃から逃れることができた。宇都宮軍はこの戦い後、追撃をやめて下谷国へ引き上げている。この合戦は、下付宇都宮氏の対象で終わった。宇都宮軍は5000もの支給をあげたという。佐竹、岩木漁師は壊滅的な被害を受けた。佐竹義春、岩木豊は、永正11年の竹林の戦いに続き、 この合戦でも敗北してしまったためにマッサウジ派の武将はさらに劣勢になった。さらに、小山氏が高本派に寝返ったことによって、足利高本は名実ともに小学坊となり、高本の岐阜である下野宇都宮氏の宇都宮茂綱の権威も相対的に強化されている。これによって派遣争いに勝利した下野宇都宮氏の勢力は前世紀を迎えることになり、 さらなる飛躍の可能性があったが、英雄13年11月8日に、宇都宮重綱が没し、さらにその翌年の英雄14年3月13日には、佐竹義春が没した。これらの出来事によって、結城正友による下野国侵攻など、北関東の情勢も大きく変わることになった。ありがとうございます。